新規感染者が連日7000人を超えている韓国では、政府がブースター接種をさらに加速しています。韓国では今週から飲食店でワクチンパスの確認が始まりました。事実上の接種義務化に市民は賛否両論です。韓国政府はワクチンパスの利用を本格化させるとともに、3回目の接種を急加速しています。 18歳以上の多くの人が2回目接種の5ヶ月後の予約が可能で60歳以上はさらに早い3ヶ月後から接種が可能になりました一方オミクロン株の陽性者は60人に増えていてワクチン頼りの政府の対策に疑問の声も出ています